世話になってます。ケイコです。先日、アニメ呪術廻戦15話が放送されました。今回の13話では、三輪かすみのいい子ぶりが分かり、そして、五条ファンにとっては少しショックな回だったかもしれません。内容としては、女性キャラクターに好みのタイプを聞くというもの。本編では、東堂が好みのタイプを聞きますが、相手の男としての器を見極めるために男性キャラにばかり聞くので、今回の13話で女性キャラクターに好みのタイプを聞くという本編に対するアンサーソングじゃないですけど、そういう意味合いもあるかもしれませんね。各キャラの回答はこちら。全員マキの回答は最低限私より強いやつ。全員マイの回答は野原の回答は、かきくけこは無理。西宮の回答は、セバスチャンスタン。どうやら肉体美がある男がタイプらしいです。芥見先生が脚本を書いていることもあり、それぞれの回答がめちゃくちゃそれぞれのキャラに合っていますよね。そして、三輪かすみの回答、それがこちら。今回の回答を並べてわかる、三輪かすみのいい子ぶりというか、呪術師らしくない普通さに、ツイッターでも可愛いという声がたくさん上がっていました。そして、場面切り替わり、五条と歌姫の会話。五条は誰かを思い出そうとしていますが、名前が思い出せないみたいです。いい子そうな子、前髪特徴的な、五条の言葉を聞き、三輪の名前を挙げる歌姫。五条もそれに同意します。これを見て、一部の五条ファンは、五条の好みのタイプが三輪かもしれないと、騒然となっていました。しかし、歌姫と五条のその前の会話が描かれていないので、どのような質問に対して五条が三輪と答えたのか分かりません。普通にこういう会話かもしれないですよね。ただ一部界隈では五条が言った前髪特徴的なという発言に対して、作中でも前髪が変と言及されている下等すぐるを思い浮かべた方がいたそうです。まあその真意は置いといて、たった数十秒のセリフ回しで様々な解釈ができる脚本を描く芥見先生にビビりました。まだ登録されていない方はぜひチャンネル登録していただけると嬉しいです。動画が良かったらグッドボタンもお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。ほんじゃあね。